よし。はい。さて、急がにゃ。おう。は、ハレルヤですか。すごいな。あ、音は大丈夫ですかね、音量。三時の鐘らしい、あれですね、これ。ハレルヤ、そうか、大工か、間違えました、大工です。年末っぽい、年末っぽいっていうか年末っぽいか。なんで大工は年末なんだっけ、そもそも。てなわけで、まだ港のとこです。船旅はずっと寝てました。寝足りないよ、1時間40分でも。で、そっから宿取ろうとしたら結構取れなくて、で、今ここで昼ご飯食べてました。ファミリーレストラン2時。あの中でですね、私よりも前の世代のフォークソングが流れてました。あの知らない街を歩いてみたいとか、あとなんだっけ、かなりあの私より前の世代の昭和って感じでした。ああいう雰囲気もいいですね。ん？地区でも夏、気温は8度9度あるんじゃないかな。そんな寒くないです。ただ風向きが予報と違ってないか、これ。ん？年末、おー、遠くへ行きたいとか、あとフォークソング何が流れてたっけな。あれは今の集団なんだ。こっちに来てからあまり見たことない集団を見てしまった。いいよと。近くとは、あ、遠くの町の話か。昼ご飯というか、あの食事ができる場所が結構見つからなくて、この辺りで。さっきのレストランに入りました。船旅は寝てました、ぐっすり。ん？あ、ん、あ、なんて何が良かったのに。スーパーナイスデイ、スーパーナイスデイか。ん？田舎暮らしは憧れる部分もあり、そうではない部分もあり。あ、そこスーパーナイスデイって書いてあるから、多分あれスーパーじゃないですかね。それとも超いい日っていう名前のなんか別のものかもしれない。いや。で、今日の宿は、あの焼肉屋さんの2階の宿は取れませんでした。いっぱいで。で、教会っぽい建物の宿にしました。いいよと。一泊二食で7500円の宿を取ってしまいましたよ。島と通貨で1000円分安くなるから。明日は、博多に戻る、博多で、経由で、旅行者かどうか、でもまあ旅行者ですかね。釣り客とかかもしれない。で、もう3時なんで、残り30キロあるから、キャッシュバックあるのは五島市、あの、今朝までいた福江島のあたりだけっぽいです。上五島のこっちの方は島特通貨やってるけど、あのお宿持ちキャンペーンみたいな極端なのはやってないみたいですね。明日博多に19時ぐらいに着くやつのつもりです。佐世保経由で帰る道ルートもちょっと考えてみるんですけどね。で、今日はこれから
アップダウンばっかりのところ走るんで時間かかりそうだし電波もなさそうです。今回の旅行は放送諦めた方が良かったかもしれない。ほとんど声だけか真っ暗かっていう状態ですからね。夜に実家に帰る予定になりますね。バスだ。あれスーパーなのかな、住宅地の中にあってよく見えない。セイヒバス誰も乗ってない。いらっしゃいませ。今すでにもう声だけですかね。今日は100登って150登って100登って200登ってようやく向こうの港に着くのかな。明日は午前中時間があるので、おはようございます。明日はバス輪行で島内移動できれば。お昼は懐かしい感じでした。玉ねぎとケチャップの感じのスパゲティとか。あ、でも生姜焼き美味しかったな。あとエビフライとか。豚ですか。あ、豚もいたな、そういや。なんかそういうのは特に何も書いてなかったです。ご飯が国産米というの表示だけあったかな。あのブリの刺身本当美味しかったです。時期的にもちょうど良かったんですよね。今今日の夜も刺身らしいです。泊まる宿は、なんだっけ、旅の宿や、ひらがな4文字なんだっけ、やで始まるひらがな4文字、岩の名前だから特に何かの名前ではないんですけど、やがため、やがため思い出した。よく思い出したな。やがためっていうひらがなの名前の宿です。建物は教会っぽいです。焼肉は屋さんの宿はいっぱいでした。あと他の宿もいっぱいだったり、年末休みだったり、もうやってなかったり。確か4軒目ぐらいがこのやがためっていうところですか。天気良くなりましたね。日は照ってないけど今照られると暑い。今日はこの後アップダウンばっかりで、年末ツーリング毎年やってます。チェーン店なんだっけ、ヤドカリ、ひらがなで4文字で。いらっしゃいませ。もう暑い。
寝袋嫌で始まってない。あと旅の宿寝袋ってなんかおかしい。残念でした。宿焼肉、宿は2食つけられました。ひらがなでやがためだけで検索して出てくるんじゃないですかね。でさっきフェリーターミナルで島徳通貨買ってきました。今回は食事は一昨日の夜の民宿浜辺さんの夕食で、場所的にはまあ景色綺麗ってたら高浜海水浴場ってとこですね。もう行きたくないところ、長崎市街地あまり行きたくなかったな今回。車多くて道狭すぎです。もうすぐこれで一つ目のピークは終わり。おお、あ、上に出てるんじゃなくて航路か。船の後ろになんか結構長い距離で航路の白い跡が引いてた。金券使えるのを確認しました。今年のどれが今年だったかいまいち覚えてないんですよね。どことどこ行ったっけ。事件が、あれはお宿持ちキャンペーンっていうのが併用されると分かりづらくなるんですけど、島徳通貨だけだったら5000円分のチケットで6000円分使えるっていうだけです。なので今日泊まる7500円ところは6500円相当になります。7545、このゲスが、ゲスというかそういうネタが好きな人いますよね。という日また反応してしまったよ。でその後のまともだったと思われるコメントを聞いてない。ピーク1個目、あれ家かな。スルースキル、ただ無視するのもなんか悔しくて、まあでも無視した方がいいのかな。ご機嫌あ、犬と猫が可愛かったですね。犬は昨日のユースホステルのモジョン。まだ歯が生えてないからいくら噛まれても痛くない。聞こえませんでした。すいません、今回はまともに映像を流せなくて。生まれた、あ、何が生まれた犬で、6匹生まれて5匹はもらわれて、残り最後の1匹なんだけどもうすぐもらわれる予定の、ラブラドールの雑種のワンちゃんでした。赤ちゃんでした。今日は宿に、そうですね、でもあの島の東側の山のとこ通っていきます。途中なんかあの明らかなスポットはあまりなさそうなんですけどね。教会があちこちあって、将来犬を、まあでも可愛い時期だけ見ててもあれな気がしますね。他の時期も
他の時期もお付き合いするわけですし、あこっち来てからフェリーターミナルのところにあの赤くて白赤白のなんか丸っこいタクシーがいっぱい止まってました。なんかあれ割と新しいみたいなんですけど、電気自動車なんですかねかハイブリッドなのか。ん？ニコライ堂？教会だったらあまり行ってないです。行ったところは海津教会と福江港のすぐ近くの福江教会だっけぐらいしか行ってないですね。それ以外のところ全然行ってない。あそこ教会がある。明日は実家です。夜になりますけどね。あそこに小さな教会が、あここもなんか海水浴場みたいな感じですね。懺悔映像で見えないかなあれだと。白い建物の右上あたりがちょっと赤いやつ、あの白い銅像じゃないけどなんか像もある。でこれ学校ですかね。冬はいやいると思いますよ。そうそうフェリーも私の寝た二等船室のコンパートメントもスリっぽいおじさんたちがいました。座るときにああよっこいしょーって感じで言ってました。あなんてあ、違う、こっちじゃない。こっち行くと国道の方に行ってしまう。かなり早く気づけたな。こっちじゃなくて、いらっしゃいませ。取れませんでした、残念ながら。こっちじゃなかった。ここで西側と東側の道が分岐してますね。あれか、あそこの分岐か。で、多分また到着は日が暮れてからになると思います。18時だったらまだ真っ暗にはなってないと思うけど、こっちですね。何が南関東と、ちょっとすみません風で聞こえない。質問されたなんとか高は聞こえた。あれやっぱ電気っぽいな、ハイブリッドっぽい。今の音は あじゃあ教会の前通るなこの後。ですみませんコメント今全部聞こえませんでした。最近なんか読み上げの音量が上げられないんですよね。最大にしても小さい。結局ほぼ海抜まで降りてきてしまった。那中ってことは、那中前っていうバス停ってことは奈良尾中か。聞いてよ、すいません聞こえませんでした。あ、教会これです。教会名は？わ
分からないけど、キリスト像ですね。あそこに案内板なんか書いてあるけど、後で調べよう。というわけで、何らかの教会でした。いらっしゃいませ。炭水化物セット美味しかったです。いかにもな感じですよね。あれ意外とスパゲティが量多かったです。あ、電波悪いのか。諦めるかな。硝酸、真ん中の3つが硝酸、硝酸なんだろう。今ここは確か出てましたよね。さっき店の中でも。あ、またダメか。今最大限動き寄りに設定してるんですけどね、通常配信で。それでもダメか。食はですね。でも今日は今は降ってないし、ちょっと晴れ間もあるんで。いい感じです。じゃあ音質も悪くしてみようかな。画像重視これで。あ、また映像止まってる。接触かコメントの、これでどうですかね。宿は取れましたけど、当初予定してたところは取れませんでした。どんなもんですか。320にしようかな、こっちは。動いた。一瞬ですよね。でもあと音質がだいぶ悪くなりました。音質より画質よりのやつで、ものすごく画質よりに最大限まで振ったので、音声はだいぶ変わると思います。あ、こっちがバス通ってるのか。ってことは集落もあるのか。やっぱり乗ってない。ビデオ作りのウェブカメラの映像が止まってることが多い。ダメか。全然ダメです。あ、でもまた
ウェブカメラか。とありして割れてるのはでもなんでかな。まただ。何どういうこと。この辺りの接触が悪いのか。別に止まらないけどな。なんで。こうしてまた取り出すと止まってない。これが物理的な接触によるものなのか、通信状態の影響を受けてのものなのかわからない。プレビュー画面でウェブカメラの映像が止まってたりするんですよ。おにしてたはずです。ノートパソコンは 5.6 インチかなんかだったはずです。タブレットは8インチだから、タブレットの方が画面がだいぶでかいです。だからウェブで調べ物とかするときはタブレットの方が結構便利です。もうとっとと諦めようかな、この枠で。もう GoPro で撮ってりゃいいわけだし。富士通パソコンメーカーのせいかな。また止まった。ダメだ。じゃあ自動無料延長今オフにしました。もう今日はこの枠で諦めます。宿配信まで電波よ。というわけで、もうあと2分半でこの枠終わらせます。ウェブカメラ映像止まるのは一体なんだ。酒は近くに帰るとこないかも。中心地からちょっと離れたところの宿なんで。うん、やめよう。そうか、さようですか。教会、まあツイッターとかでも書きま、アップロードします、できるだけ。ただ教会道沿いにはないかもしれない。教会狙っていかないとなかなか見られないんじゃないかなと思います。まあ放送しなければ止まる時間がだいぶ短くなるから、宿に明るいうちにつける可能性もある。そう、宿まで夜10時ぐらいにまたやります。10時から11時の間ぐらいに。あ、教会書いてあるな。これ下に降りたらどうなる。降りたら、降りたら無駄になる。標高50メートルを惜しんで教会に行きません。何教会？あ、見えない。福見教会か。お疲れ様でした。電波ダメですね。電波か配信環境かからないけど。今後はタブレットにオーディオデバイスをいろいろ組み合わせてそっちに移っていきたいと思ってるんですけどね。その方が軽いし消費電力少ないし。じゃああと10秒お疲れ様でした。またいずれ。ありがとうございます。
で、あとは後ろのバッグに入れて、あれ終了検知しない。なぜ終了が、なぜ終了しない。終わったのかな。あ、よっと。なんでかな。さてじゃあ、レーフローだけの状態にするためにいろいろやらないと。延長ケーブルが、ああだいぶ奥の方だな。あれ延長ケーブルこの中に入ってない。ない。うん？いや、おかしいな。あったあった。全部かな。あ、そうだ。ケーブル一本だけ。これを GoPro につないで、でヘルメットの横で。でさっきの延長ケーブルをこっちのブーストバッグの中のバッテリーから接続。よし。
うん、つながった。これでケーブルの本数減らして、この荷物も減らして走れる。あ、ケーブルが伸びすぎ。こんなもんかな。電気自動車かな。 EV なんとかって書いてあった。前も EV って書いてある。音が、あ、どっかにアクエリアを置き忘れてきてる。どこ置いてきたっけ。
宿のユースの部屋かな。すっごい忘れてた。福見峠っていうのがある。そこだ。海峠須崎かな。バス停福見峠。こんな峠のすぐ横に学校が。左。あ、そうだ。自販機があったら買っとかにゃ。
っともう自販機なくなったか。ここから今度は確か標高200ぐらいまでまた登りです。ブレーカーの前を開けて、中山だ。一日に今片道10本ぐらいあったかな、10本ないぐらいか。調子悪いな。ここにも集落が結構3、40個あるかな。
ここに弓道っぽいのがあるな。ってことはこっちトンネルはないよな。どうすか。小さい島がいっぱいある。あっちにも離れ島が。涼しい。
杉迫かな。見て、ててほっぺたが痛い。なんか自分の汗が乾いた塩が染みるような感じでほっぺたが痛いです。トイレかなんかあれば顔洗うと随分さっぱりするんですけどね。なんでか顔の表面の皮膚が妙に敏感になる時がある。気があるわけじゃないか。ちらっといい景色見えるんだけどな。希望の聖母像。マリア、あれバス停か。全部合わせて5本かな。おそらく土日だけとかいう。あ、やっぱり学級運休か。学校、あ、学級運行、学級運休。通学のためなのか、維持のためだけなのか。ここバスなくなりかけてるな。さて、
この裏教会下っていくのか、嫌だな。ああ、4時過ぎた。
運動っていうのは、さらに山奥の方に向かってるあの林道、もう引いてってたのか。そっか、ずっと山越え走ってんだ。ここで一旦下って最後に200の上りかな。プロフィールマップは作ってはいるんだけど毎回忘れてしまう。お、そうか、紙ごと落ちように全部ひっくるめて一つになってしまったのか。もともとは有川町っていうのがあったみたいですね。寒い。マイクが今中入ったかな。あ、出てる出てる。
緩い下りでいいな。地名に船隠し、船隠しかな、船隠しかな。弁慶だか義経だかの船隠しっていう入り江というか、あの切れ込んだところが能登半島にありましたけどね。で、動画でこんなところでつぶやいても自分ですら検出できない。この分岐の先に船隠し教会か。おお、あれか、あの道か。船隠しなのか船隠しなのか。船隠しでした。お、自販機あるな、あれは。日暮れまであと1時間ちょい。
豪雨に見える最後の登り。日暮れだな。向こうのあの山の上の火がちょっとだけ差してる様子は映ってますかね。寒々しい。気温はまだそこまで寒くないけど、多分向こう登ってる頃はもう火が差してないかな。こうやってみると結構嫌になるな、あの登りは。あれ、まだこんなに日があったのか。あ、本数が少し違う。路線によっちゃ1日6本ぐらいある。5本か。神社だ。で、こんなとこまで話し声が聞こえる。換気あった。スポーツドリンクというよりはもうあとは一山越えて走っていくだけなんで、あったかいものが飲みたい。
もう手がかじかんでない時点で全然そんな寒いってことじゃないな今日は。末端が冷たいというよりは背中のあたりが少しゾクゾクする感じ。あ、あった、ここにの子旅行を通して寒さにやられてるな。東神野浦かな、東神野浦バス停。その方言が、うわ今の猫ズームしてとって自分の肉眼だとあまり見えなかったんですけど、すごく痛々して顔してるな。顔の毛がなんか抜けてるような感じ。これ海かな。あれ学校はあれまだ使われてるのかな。えらい汚れてる。一応も手入れされてない感じがする。さてこっからだ、最後の登り。日が陰った。
うわぁ、すごい角度にあるな、あれ。何度の角度で見上げてんだこれ。本当にあれ登るのかな。登るよな。またか。これで50。
の風が、野原、三日の裏、三日の裏。さっきのとこと一緒か。あ、なんだ今の。ちょっと鹿っぽく見えたけど、なんか白っぽいものがさっさと移動する。ダメだ、わからない。この島しかいるのかな。標高100超え。
向こうのが見えるか。なんかあそこすごい人が見えるんだけど、南側の角度お、下って人集の位置が見える。押さえる一枚。50。あれ、こっからの景色あんまりないな。あっちか。じゃあ見えるかな景色が。
あんまりだな。車が見える。肉眼でギリギリ。さっき削られてたのはそっちの山かな。向こうの山の向こう側かな。こっちにもなんかいい感じの林道っぽい道が。あ、お。今何か閉めようちょっと大丈夫か。赤い柵入り口。あれ、そういやひどい坂道なかったな。見てる角度によってひどい坂に見えてただけなのか。
書いてある。イカサコ、イガサコ、赤いサク、赤いサクって書いてますが、イガサコって読むのかな、どうかな。この辺でピーク。音が、なぜこんなところ自販機が。生きてる生きてる、すごいなこんなとこに。読み書いてないかな、書いてないか。水槽100トン。検索でイカサコ。違うか。あと赤いないなぁ。じゃあイガサコ赤いサクってなんだこれ。サク、赤いガサコ、赤が抜けてるけど、あ、イガサコの横に書いてあるのか。というわけで赤いガサコでした。すっきりした。こういうのがこんなところでも調べられる時代ですよね。疑問に思ったら検索ですぐ調べられる。しかも外で。昔は ISDN 回線のある公衆電話機探して物理的に回線つないでやってたもんですけど、テレフォンカードで通信してたりしたもんですけど。人住んでる、明かりついてる。入り口がない。どっから入んだあの家。